今回は和国のすべてが中国文献随所和国伝に記されていた、について、詳しく解説していくぜ。楽しみだわ。では、ゆっくりしていってね。随所和国伝ってどんなものなのかしら？まずは聖徳太子の手紙を見ていこう。聖徳太子が隋に送った手紙は日本滅亡の危機にさらす非常に危険なものだった。隋の歴史をまとめた隋書の和国伝に記載があるんだ。内容が気になるわね。この和国伝は当時の隋の中華王朝や東アジア諸国が和国を客観的に見ており、東アジアの長い歴史の中で和国の生き残り策が見て伺い取れるぞ。隋書とは西暦589年から618年まで中国大陸の統一王朝だった隋の歴史を題材にした書物だ。中国ではその直前まで魏晋南北朝時代と呼ばれた分断された時代が続き、およそ300年にわたって国土は様々な国に分裂していたんだ。昔の中国がいろいろな国に分かれていたのは聞いたことがあるわね。隋は統一に成功した王朝だったんだが、わずか2代目の皇帝である煬帝が王朝を滅ぼしてしまったんだ。随分短い統一だったわね。隋書はその次の唐の時代に隋の歴史をまとめた書物で、その中の一節が和国伝なんだ。この辺りの時代背景が気になるわね。当時の時代背景。隋が中華地域を統一した西暦500年代後半は、日本では飛鳥時代、ヨーロッパではゲルマン人の国々とビザンツ帝国が栄えていた時代だった。中華地域は三国志と呼ばれる時代を経験し、全国を統一した新王朝の後はしばらく分裂していたんだ。三国志は確か魏、呉、蜀の国だったわね。北側の民族が力をつけて国を建設していた五胡十六国時代の後に、北部と南部に規模が大きい国家が並んだ南北朝時代が訪れたんだ。北部に16の国が建設され熾烈な競争の挙句、北魏が束ねることとなった。そして、滅びた清津の一族が南側に逃げて東晋を建国した。だから魏晋南北朝の時代って呼ばれるのね。そのような長い分裂時代の最後に現れたのが隋だった。北周という王朝の皇帝から位を献上され、隋が建国されて初代皇帝となった楊堅は、武力で南の王朝陳を滅ぼし、北の遊牧民族突厥を外交の力で弱らせた。ちなみに突厥はトルコ系の遊牧民のことだ。難しい漢字を使うのね。隋国内では北魏の禁伝制や素養調整、正義の不平制を受け継いで法律を整備した。科挙と呼ばれる中華で歴史の長い実力試験を設け、管理登用制度を初めて導入したんだ。科挙は合格が非常に難しく、いろんな激ムズ問題があったんだが、古代史の中で身分や家柄に左右されず、誰でも受けられるし、実力によって評価され、優秀な役人を採用できる画期的な制度だったんだ。頭さえ良ければ身分も家柄も関係ないのは出世できる良い制度だったのね。結びつきが強い中央集権体制を確立し、仏教を重視した政策を採用していった。彼の政治は公正でも称賛されているんだ。初代の皇帝は優秀だったのね。だが、第二代の皇帝の煬帝は無能だった。大規模な土木事業や豪華な宴会、高句麗との戦争などによって弱体化したことで、国民の反感を買い、首都は陥落し、煬帝は家臣の手で命を奪われてしまうんだ。そして、次の王朝である唐に皇帝の位を奪われ、隋はたった二代で消滅してしまったんだぜ。これだけ大きな国を一瞬で滅ぼすなんて、よっぽど無能だったのね。では、次は隋の時代の和国の様子を見ていこう。隋の時代の和国とは？隋が中華を統一した西暦589年、和国はなんと女帝の推古天皇の時代だったんだ。この頃に女性の天皇は珍しいわね。当時天皇の甥である馬宿の王、皇族の精鋭で天皇の叔父だった蘇我の馬子、推古天皇の三人が互いに手を取り合い、政権を牛耳っていたと推測されている。ちなみに馬宿の王は聖徳太子の別名なんだ。聖徳太子ってこんな風に呼ばれていたのね。当時の朝廷は蘇我氏が大活躍しており、天皇の妃を多く生み出した蘇我氏は、皇族を除いた中では、政治の最高権力者の大臣の地位についていた。そして、多くの渡来人を受け入れ、仏教を日本に取り入れる活躍を果たしている。推古天皇と馬宿の王は皇族なんだが、蘇我氏と血が繋がっているぞ。親族同士で政権を運営していたのね。推古天皇の時代は仏教を国で大々的に受け入れ、官位12階や17条憲法の制定などが制定されていった。これらの政策は後の隋にも大きな影響を及ぼしたんだ。西暦589年に中華を統一した隋は朝鮮半島北部の高句麗に遠征して征服しようとした。高句麗に勝つために朝鮮半島南部にあった新羅や百済をサポートし、東アジア全体を戦争の渦へと巻き込んでいったんだ。隋もなかなか策略家よね。
隋と関係を円滑にするためには国では先ほど紹介したような政策を取り入れて、画期的な国であることを隋にアピールしようとした。なるほどね、隋とは国はこういった経緯があったってわけね。では、次はいよいよ隋書和国伝の内容を詳しく見ていこう。隋書和国伝の内容とは？隋書和国伝に書かれているのは以下の通りだ。一、和国の地理的情報。二、漢王朝の時代からの和国と中華王朝との関わりについて。三、隋の時代になって和国から隋に使わされた使い。四、和国の風俗や法律。一から順番に見ていこう。和国の地理的情報はこう書き始められていた。和国は百済白木の東南水陸三千里の大海の中にあると。これは魏の時代に30ほどの国が中華王朝に使いを送っていたこととか、都賀じゃなびついであること、それが三国志魏書統一伝。つまり魏志倭人伝で邪馬台国と同じ場所であることを記述されていたんだ。ここで邪馬台国が出てくるとは衝撃だわ。そして、漢王朝の時代から大和が使いを送ってきたこととか、後漢の時代には国で騒動が起こったが、卑弥呼がそれを治めたことなどが記されていたそうだ。卑弥呼はやっぱりすごい人だったのね。魏志倭人伝と似たような内容なんだが、細かな違いもあるぞ。例えば、魏志倭人伝では卑弥呼に直接会うことができるのは、給仕をする男性一人だけとなっているが、隋書では二人となっているんだ。書き写す際の間違いでこうなったらしいから、魏志倭人伝の方が正しいぞ。一人と二人じゃ結構違う気がするけどね。そして、隋書の内容は西暦600年、つまり隋の時代へと移行していくんだ。遣隋使と飴谷志彦。隋書和国伝は日本の史書とは矛盾する記述が何箇所かあるそうだ。その中で最も有名なのが以下の記述だな。西暦600年大君を名乗る和王飴谷志彦が使いを送ってきた。和の朝廷の業務の仕方が道理に合わないのでこれを改めさせた。和王は天王に、日を弟としており、まだ夜が明けないうちに生をし、日が出ればこれを弟に委ねる。と聞いた隋の初代皇帝である楊堅がそれは道理に合わないと改めさせたらしい。なんだか難しくてわからないわ。それもそうだ、この記述はいろいろと問題があるからな。わから隋への使いといえば、遣隋使と呼ばれるよな。だが、日本側の資料として有名な日本書紀には、遣隋使の記録で最初に記されているのは607年なんだ。他にも、隋書和国伝に登場する飴谷志彦は男性の名前だと考えられていたんだが、当時の皇帝は女性の推古天皇なんだよ。王の妻は君と呼ばれたんだが、皇宮には女性が600から700人ほどいたそうだ。王の妻ってことは王は男性なんじゃないの？そうなんだよ。王の妻がこれだけいたってことは王は男性の可能性が高い。飴谷志彦と呼ばれた男性の王が何者かについては、推古天皇の二代前の天皇陽明天皇という説や、先ほど登場した馬宿の王や蘇我の馬子である説が有力だ。どうして男性の王だと記述したのかしら？和国の王が女性であることを隋にバレてしまったら、女性が皇帝になったことのない中華王朝の隋によく思われないという理由が背景にあったそうだ。確かにこの時代の女性天皇は珍しいものね。和国の政治状況。隋書は他にも、中央の官僚には12等級があり、上から大徳、小徳、大人、小人などがあると述べた。これって馬宿の王の定めた官位12階のことじゃない？霊夢、正解だ。これは日本側の記録でも日本書紀や上宮聖徳法王定説などの書物に記載があるそうだ。この続きとして、当時の和国の地方行政の実態が書かれているものもあるぞ。国という官職が120人いて、そこに10人の稲木が所属し、一つの稲木に80都が属している。これはどういう意味なのかしら？国は国司や国の宮津子だと考えられており、威力は日本の稲木だと考えられている。稲木は地方の行政の単位のことで、主に都のある機内に置かれていたそうだ。要約すると、地方の統治に携わった官職について記述されているというわけだが、この記述の通り80と、すなわち80世帯 ×10×120 の人口があったとするならば、当時大和王権が直接把握していた人口は9万6000人ということになるんだ。これは中央の朝廷の支配下にあった人口の推定がこれくらいってことだな。結構な数の人がいたってことなのね。消えた遣隋使。隋書和国伝の西暦600年の遣隋使の記述に関しては、和国の側の記録である日本書紀に記述がないんだ。それ以降に送られた遣隋使についてはちゃんと記録が残っているにもかかわらず、記念すべき第1回目の遣隋使の記録があやふやなのは不思議だよな。どうして記録がこんなにあやふやなのかしら？これは和国がプライドを守るためわざと削除した説が有力だそうだ。
なぜ600年の遣隋使については国側に記録がないかというと、和国の政治が道理に合わないと隋からボロクソに非難されたためらしい。この非難を国家の恥さらしと感じた和国が記録をもみ消したらしいぞ。そんな改ざんがされていたなんて衝撃だわ。和国ではこの時、様々な政治改革が行われており、官位12回や17条憲法などが制定されていた。この政治改革で隋に和国が近代国家であることをアピールする目的があったと考えられている。そして、次に和国が隋に使いを送ったのは政治改革が一段落したと思われる西暦607年だった。官位12回や17条憲法を制定した馬宿の王や、水戸天皇、蘇我の馬子がいろいろ政策を打ち出したのは、国際社会において和国を発展した国であることを他国に認めさせたかったという意図があるそうだ。これらの政策は和国がいかにすごいか自慢するために作られていたってことね。例を挙げると、官位12回は今までだと生まれた氏族によって位が決まっていたものを、一人一人の才覚に応じて位が与えられるという制度だ。この制度は身分や家柄に関係なく、役人を採用できる画期的なシステムのように思えるが、実は隋や高句麗、百済や新羅ですでに同じようなシステムが確立しており、これらを真似することで和国がこれらの国と同様に、官吏登用制度が整った国と国際社会にアピールしたんだ。和国はいかに国際社会にすごい国であるかを知らしめたかったってわけなのね。和国の風俗、習慣、法律。最後に随所和国伝に記述されるのは和国の風俗や習慣、法律などだ。和国の人々の服装について、随所はこう述べていた。男子は下半身に巻きつけるだけの服を着て、朝で編んだ靴に漆を塗っている。庶民は裸足であることが多い、冠をかぶることなく髪を両耳の上に垂らすだけだったが、隋の時代になって和国の王は冠を制度化した。錦、あるいは模様の入った布でこの冠を作り、金や銀の花模様で飾っている。庶民は裸足であることが多いと記述されているが、和国の庶民の間にはまだ靴がなかったことがわかるな。靴に漆を塗っているというのは防水のためらしい。隋の人から見た和国の人々の視点って面白いわね。隋の時代になって和国の王は冠を制度化した、和冠位12回の冠のことだろうな。冠位12回の冠のデザインが細かく記載されていて、どのような冠だったか想像できるようになっているぞ。冠のデザインが外までも残っているのはすごいわね。髪を両耳の上に垂らすだけは見づらという髪型のことで、当時の和国ではこれが一般的な髪型だったそうだ。この髪型が実際に言われていた証拠として、古墳から出土する埴輪の髪型からもわかるぞ。確かにこの時代の髪型って言えばこれよね。次は和国の当時の刑法だ。殺人、強盗、姦淫は死刑、窃盗はその品物の価値と同じものを弁償させるが財産がなければ奴隷にする。その他は罪の重さに応じて流刑にしたり、杖で打ったりするとしていたようだ。この頃から刑罰の制度は整っていたのね。この頃から和国ではすでに罪ごとにどんな刑罰が課せられるか決まっていたようだな。罪を認めない者には拷問を行うと記述した後に、沸騰した湯の中に小石を置き、争いの当事者これを取らせるという方法もあったそうだ。このやり方だと曲がった論理の者は手がただれるから、これは迷信担当という裁判の方法で日本書紀でもこの方法が記載されているんだ。今でいう芸人のリアクション芸みたいね。他にも同様の裁判の方法として、蛇を瓶の中に置き、取らせ、罪のある者は手を刺されるという方法があるぞ。随所では、人の心は穏やかで訴え事はほとんどなく盗賊も少ないと記載された。刑法や裁判の方法はきちんと整備されていたが、この頃の日本人たちは重罪を犯すことはほとんどなく、穏やかに暮らしていたという意味だな。随所でもお墨付きの犯罪率の少なさだったのね。日本書紀と連動した記述や魏志倭人伝を受け継いだであろう記述がある一方で、随所には明らかに記述が違うところがある。それは和国での文字の使用に関する記述だ。文字はなく、木を刻んだり縄を結んで文字の代わりにしていた。仏法を百済から導入して仏典によって初めて文字を知った。これって仏法が伝わってから、日本人は文字を知ったってこと？こう書かれているが、実は仏教が導入される前に、日本には文字があった明白な証拠が残っているんだ。例えば仏教が導入される以前に有役天皇が中国の宋王朝に送った手紙が示している。内容は大和王権が武力で日本を統一し、さらに朝鮮半島まで兵を送っていると書かれており、その支配の正当性を中華皇帝に認めてもらおうという旨のものだ。これは中国側の記録である草書に収録されているものなんだ。仏教が導入される前ってどれくらい前のことなのかしら？日本への仏教伝来は西暦538年なんだが、有役天皇の手紙は西暦478年、つまり仏教伝来の60年も前のことなんだぜ。他にも、証拠として同じ有役天皇の時代のものとされる、江田船山古墳出土の太刀に彫られた銘などがあるぞ。
これらの証拠が示す通り、随所の記述は明らかに間違っていて、日本には上層階級の間で漢字を利用する文化があったことが判明しているんだ。確かに日本側の記述や証拠とは全く違うことが書かれているわ。では、次は白木くだらとの外交を見ていこう。白木くだらとの外交。当時朝鮮半島にあった国々と和国との関係については、このように記述されているぞ。白木くだらはどちらも和国を大国とみなし、珍しいものが多い国と考えを敬い仰いで使者を通わせてる。そんなに珍しいものが日本にあったのかしら？珍しいものというのは阿蘇山や如意宝珠などのことを示している。日本には山が他にもあるのにわざわざ阿蘇山を珍しがったのは、当時阿蘇山は噴火したばかりだったから珍しがられたようだな。この噴火より50年ほど前の西暦553年、欽明天皇の時代に阿蘇山が噴火したそうだ。今では世界でも噴火する山は存在するけど、当時は珍しかったってことなのね。一方で如意宝珠がなぜ珍しいかは判明していない。このような珍しいものが日本にあったから、大国とみなされて使者を送ってきたというわけだな。白木やくだらが和国に対し腰の低い態度で外交をしていると書かれているが、ここから述べる馬宿の王の物議を醸した国書が鍵となってくるんだ。物議を醸したってどんな内容だったのかしら？最初の遣隋使から7年後の607年、和王アメタリシヒコがまた使者を使わしてきた。その中のある一文が皇帝である煬帝をブチギレさせてしまったんだぜ。日の出ずるところの天使、小日の出ずるところの天使にいたすつつがなきや、現代語訳ではこうなるぞ。日が昇るところの天使が日が沈むところの天使に手紙を送ります。お元気でしょうか？内容は普通じゃない？この手紙の問題点は和国を日が昇るところ、すなわちこれから栄える国、隋を日が沈むところ、すなわちこれから衰える国と例えたことでなく、天使に関する記述が問題だったんだ。天使は天の命を受けて天下を治めるものという意味があり、周の時代から用いられる言葉だった。秦の始皇帝が天下を統治するものとしての皇帝という語を使い始めたら、天使は皇帝の別名として使われるようになった。つまり天使は隋にとってはこの世でただ一人中華の皇帝のみが名乗って良い称号だ。それをやすやすと使った和国に激怒したってことなのね。隋側の人間からしたら、野蛮人とみなしていた和国の王が天使を名乗り出し、対等な外交を求めてきた事実が煬帝がブチギレた理由だったわけだな。でもどうして、馬宿の王はこんな大胆な国書を送って、隋に対等外交を求めたのかしら？その理由としては、朝鮮半島での外交で和国は優位に立つ必要があったからだ。朝鮮半島での外交については、当時朝鮮半島にあった新羅に出兵を計画するほど、和国と朝鮮半島は仲違いしていたんだ。それまで朝鮮半島南部には和の出先機関の美馬那日本府があった。だが、美馬那日本府と朝鮮半島ではが支配していたから諸国が新羅に滅ぼされてしまった。これにより、和国が今まで支配してきた朝鮮半島への影響はだだ下がりとなってしまったんだ。それは一大事ね。この一大事に推古天皇が主導していた和の朝廷は新羅へ軍隊を送って新羅を征伐しようとした。一度は新羅をひざまずかせて、和の朝貢を約束させることに成功したが、結局は新羅を完全に討伐することができないまま、新羅征伐計画は終わってしまったんだ。このピンチな状況で再び朝鮮半島での地位を確立するために、隋という大国と和国は対等に付き合える国であるとアピールして、白木やくだらなど朝鮮半島の国々を和に調降させようとしたのが対等外交の意図なんだぜ。つまり隋の力を利用して朝鮮半島に圧力をかけようとしたわけだな。うわぁ、やり方が汚いわね。このようなことがあったから、和国は隋と対等外交を結ぼうとしたってことだ。時間の関係上、すべてを紹介しきれなかったが、他にも豪族との関係も対等外交に関係しているらしい。他にも、卑弥呼や小野妹子とも関係があり、和国側の策略が垣間見えるぞ。いつか随所和国伝について、すべてを知ることができる日が来ればいいわね。今回は随所和国伝について深掘りしてきたぜ。随所と日本書紀の記述の違いとか、隋から見た和国の視点が面白かったわ。日本書紀ではどうしても日本側の視点が入るからな。随所和国伝では隋が客観的に和国をどう見ていたかよくわかるだろう。日本の歴史では当たり前に紹介されていることも、随所では違うことが書かれていることもあったわね。あくまで隋側の視点で書かれたものだから、日本側の主張とは違うのは仕方のないことだ。今回は最後まで紹介しきれなかったが、さらに深掘りしてくと面白いからぜひ見てくれだぜ。私も気になるから、随所和国伝について詳しく調べてみることにするわ。このチャンネルでは、他にも様々な動画を投稿していくから楽しみにしててほしいぜ。この動画を見て新しい情報や感想がある人は、ぜひコメント欄にコメントを書いてほしいわ。
この動画が参考になったと思う人はぜひ、高評価といいねを押してほしいぜ。最後までご視聴ありがとうございました。